次期 F3 戦闘機開発は、日英での共同開発が発表されついに、動き出した次期戦闘機開発計画。今回は、F3 戦闘機開発と XF9 の最新情報を詳しく見ていきますね。X2 新進に搭載された XF5 は、推力10トンタービン入り口温度は1600度でした。かなり進化している XF9 は、F119 超え。全く実機に生かされていなけどね。日本では、イギリス・イタリアとの3カ国による、新型戦闘機の共同開発を行うことが、2022年12月9日に公式に発表され、その名称は、GCAP、グルーバルコンバットエアープログラムであると明かされている。これによって、日本は、F2、イギリス、及び、イタリアは、ユーロファイタータイフーンという、既存の戦闘機を、これから生み出される新型戦闘機によって代替していくことが、各々の国の目標として掲げられることとなった。日本、イギリス、イタリアの3カ国は、最新鋭の、いわゆる第5世代戦闘機としては、F-35 ライトニング2を導入しており、日本とイタリアが、A 型、および、B 型、イギリスが、B 型をそれぞれ調達している点でも、共通点が感じられる。今のところ、日本は F-35 ライトニング2については、A 型105機、B 型42機の調達を目指す方向から変化はないが、イギリスやイタリアは、同機の当初の調達機数を予算上の問題から削減する可能性も依然として大きいようだ。そうした状況を考慮しても、今回の GCAP、グルーバルコンバットエアープログラムに寄せる期待は、日本のみならず、イギリスやイタリアにおいても、非常に重要な意味を持ち、いやおうなく高まりを見せている。ことに、今回の GCAP、グルーバルコンバットエアープログラムが成立した背景には、日本とイギリスとが置かれた戦闘機をめぐる環境に、類似点が多かったことが指摘されており、利害関係が一致したとめされている。まずは、地理的な環境という点で、日本とイギリスとは共通する条件を抱えているとみられており、それは、周囲を海に囲まれた島国という地理的な要因であり、切れ、ゆえに、戦闘機の使用に近いものがあるというものだ。この部分で、日本とイギリスとが戦闘機に求めている使用としては、広い洋上を飛行するにあたり、万一の不具合の発生の際にも、安心な総発の機関部と、そこで、敵艦への強力な追艦攻撃を可能にする兵装の運用が挙げられる。イギリスが運用中のユーロファイタータイフーン派、総発機ではあるが、日本が現在運用中の F2 は単発機であり、もともと、日本は、総発機の優位性を唱えていたが、F-16 ファイティングファルコンを土台としたことで果たせなかった経緯がある。そして、日本とイギリスとが、今回の GCAP、グルーバルコンバットエアープログラムによる戦闘機の共同開発に踏み出した最大の理由は、そこで生み出される機体を、2035年までには実戦配備を行いたいという時期の一致だとされている。日本は、現行の F2 はもちろん、その代替機についても、従来通りに、アメリカとの共同開発を推進することが、ほぼ既定路線であると考えられてきたが、アメリカは、新型戦闘機の配備は、2040年代を想定しており、そこにギャップが生じていた。加えて、日本とアメリカとが、戦闘機の共同開発を行う場合に、最も重要な企業だとめされていた F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社は、日本の次世代戦闘機が抱くコンセプトはアメリカのそれと大きな隔たりを認識していたとも言われる。日本が目指していた F-2 を代替する次期戦闘機は
これまでは、今のところ、E 第5世代の次にあたる第6世代機に相当するものであると考えられてきたが、第5世代機の生みの親たるロッキード・マーチン社には、そうは見えていなかったということである。基本的には、戦闘機に限らず、戦車であろうと水上戦闘艦であろうと、それが、いかなる世代に分類されるのかは、それらが有する能力を、後付けの定義で規定したものであるため、ある意味レッテル貼りということも可能である。しかし、ここで重要なのは、少なくとも、ロッキード・マーチン社は、自社やアメリアが、今後採用するであろう次期戦闘機の要件を、今回の日本やイギリス・イタリアとの共同開発機は満たしていないと、現時点では判断している点だ。その意味では、今回の GCAP、グルーバル・コンバット・エアー・プログラムで開発される機体は、アメリカ側から見た場合には、現行の第5世代機に、若干の追加要素を加えたものと見さされていることには留意する必要はあるだろう。しかし、日本やイギリスやイタリアにとっては、自国軍の要望や要求に応じた仕様にカスタマイズする余地の大きい機体を開発することは、決して無駄なことではなく、今後の拡張性も含めて、意義のある取り組みにすべきだと思える。さて、そうした大枠の考え方の議論も尽きない中、日本は、GCAP、グルーバル・コンバット・エアー・プログラムに対して、機体そのものや、全体の統括を三菱重工業者が担い、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類を三菱電機社という布陣で臨む。日本の軍需品生産における三菱重工業者の貢献は、今更語る言葉もないほどに大きいと思えるのだが、IHI 社も、これまで艦艇や航空機の機関部について、多大な成果を重ねており、現行の F2 でも、その機関部をライセンス生産している。そして、そうした、これまでのノウハウと技術力を結集させた IHI 社は、すでに、2010年度以降、防衛装備庁からの依頼で、次期戦闘機用の機関部の開発に着手しており、試作機とはいえ、2018年6月には、XF91 エンジンを納入するに至っている。XF9 エンジンは1機のみの試作機であり、あくまでも実験室内で単体で計測された数値ではあるものの、アフターバーナー使用時の推力は約15トン、タービン入り口付近の温度は1800度以上が確認されるなど、一定の成果を記録している。この XF9 エンジンが記録した推力15トンという数値は、アメリカ空軍の初の第5世代戦闘機にして、未だ、聖空戦闘能力は、世界で最高水準と称される F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社の F-119 にほど近いものだ。それでいて、XF-91 エンジンは、現行の F-2 が搭載するはるかに、推力が低いゼネラルエレクトリック社製の F-110 エンジンと容積的には、ほとんど変わらぬ大きさであり、軽量かつコンパクトという要件を見事に成し遂げていた。近年の戦闘機におけるエンジンは、機体そのもののステルス性能を向上させる意味でも、小型、コンパクト化は必須であり、また、それが実現できれば搭載する。燃料や兵装の量を増加させることにもつながるとめされている。一方で、イギリス側で、今回の GCAP、グルーバル・コンバット・エアー・プログラムにおいて、エンジンを担当するのはロールス・ロイス社であるが、同社は、現行のユーロファイター・タイフーンでも、その中核を担った実績を持つ。ユーロファイター・タイフーンの機関部には、ロールス・ロイス社が、中核となって開発された EJ200 エンジンが搭載されており、こちらは、アフターバーナー使用時の推力は約9トンだが、双発機ゆえに、2機を備えている。
このユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国が共同開発を行った機体だが、トータルで約570機が生産されており、実用化され、実稼働をこの数で行っていることは非常に安心感がある。日本の場合には、完全に単独での世代戦闘機の開発という事態であれば、IHI 社が試作を行った XF9 エンジンの量産化が基礎された可能性が高かっただろうが、実績を踏まえれば、ロールス・ロイス社の裁量が大きくなるのだろう。いずれにせよ、今回、日本がイギリスとイタリアとの GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムによる戦闘機開発を決断した背景には、コストの低減という大きな事情があるため、その実現が果たされる機関部の選択は必須である。